東横堀川は、大阪府大阪市を流れる運河。土佐堀川の上流部で南へ分かれて、中央区の船場、島の内の東へを流れる。全長約3キロメートル。西へ向きを変えてから、下流は、道頓堀川となる。阪神高速1号環状線の経路に利用されており、川に蓋をするように高架橋が覆いかぶさっている。地図によっては、阪神高速の表記のみで、 東横堀川の表記を省略するものも見られ、川の存在感が薄れがちである。以前は川底にヘドロが蓄積され、ガスが発生するほど汚れていたが、地元住民や自治体の努力によって水質は改善傾向にある。2000年には東横堀川水門と道頓堀川水門を設置して、高潮の防御及び河川水位を一定に制御することが可能になり、 浸水性の高い水辺再生への取り組みがなされている。1585年に、豊臣秀吉の命により大阪城の西総構堀として開作された、大阪市で最古の堀川である。なお、1594年の開作とする説もある。1615年に、大阪冬の陣で徳川方と豊臣方が和睦する、際、大阪城の総堀の一部であるのでは僕の条件の、 通りに埋め立てられた。しかし、大阪夏の陣で大阪城が落城するとすぐに掘り返され、ほぼ同時に掘り止めから西へ大丼堀川が改作され、1622年には末吉橋の下流側から西江長堀川が改作された。本町橋の大人橋間で S 字にカーブを描き、一区画分東へ折れ曲がっている。これは、 開作時にあった清国寺という寺院を避けたためと言われている。水流が急になるために水難事故が絶えなかったことから付近の住民らで水難余けの曲がり淵地蔵村を祀った。現在でも小さな祠が残っている。また、この本町の曲がりは情報落語万獣怖いにも登場する。上流から大阪の橋13ページ。 曲がり淵地蔵村由来島横堀川水辺再生協議会ありがとうございます。